皆さんこんにちは、劇団ムーンの月部です。みのすけです。というわけで今回は、はい、ディズニーシーの新ドリンクいろいろレビューでございます。いろいろレビューその通り、まあ、いろいろね飲んできましたので、どれが一番美味しかったか総選挙のようなもんですよ。なるほど。今回はね5つの新ドリンクを飲んでまいりましたので、はい、皆様に分かりやすくレビューしてまいりたいと思います。はい、ぜひ最後までお楽しみくださいませ。お願いします。まず1つ目はこちら、レストランさくらの焼酎カクテルグリーンティーでございます。はい、いやこれほんと気になってたよね。新しいドリンクの中で異彩の輝きを放ってたよね。そうなんですよ、気になって気になってね、本当に7月1日から、はい、今日まで眠れなかったもん。それは絶対嘘だね。いや、そしてね、あんまり YouTube などでもねレビューされてないんですよ、このドリンクは。そうそうそう、誰も怖くて手をつけられなかったみたいでね。うん、我々が飲んできましたよ。はい、月兵衛さんどうでした？いや意外とね、うん、美味しかった。そう、意外と美味しかったね。そうなんですよ。まずこのね上に乗ってるものですけれども、これは桜フレーバーのメレンゲのようなね、うん、感じでしたね。そうだね、クリームほどねきめ細かいわけではないんですけれども、しっかりと存在感のあるね泡といいますか、クリームといいますか。そうだね、なんか何とも形容しにくいよね。そうですね。そしてこの下のドリンクはねグリーンティーのカクテルということで、はい、味的にはやはりね緑茶ハイと似てるんですね。うん、そんな感じでしたね。最初はねちょっと甘いのかなと思ってたんですけど、運んできてくださる状態ではね、あの無糖の状態で運ばれてくるので、うん、すごいねレストランさくらで出てくる和食とねよく合うんですよ。いやほんとそうだよね。店員さんが一緒にガムシロップを渡してくれるんだけど、ガムシロップを入れるとお酒感が少しマイルドになる感じでしたね。あ、ほんとそうだったね。なのでお酒がちょっと苦手という方はシロップを入れてね甘くして飲んでいただくといいかもしれません。そうだね、どうしても焼酎感はちょっとグッとくる時があったのでね、うん、そのままね、シロップを入れなければすっきりさっぱりと飲むことのできるドリンクでございました。はい、なかなかね珍しいメニューだと思いますので、ぜひこの機会にレストランさくらに足を運んでいただいて飲んでいただきたいというふうに思います。続いてはこちら、同じくレストランさくらのミックスベリーソーダでございます。はい、こちらどうでした、りのすけさん。見た目からすぐ分かる通り、うん、ミントとレモン、これがめちゃくちゃいい仕事してましたね。めちゃくちゃ爽やかだったよね。すごかった。それでいてこうベリーっていうとつい甘ったるいイメージがあるけど、このベリーソーダは甘さがすっきりめに抑えられてたので、うん、本当に夏最高だなと思いましたね。いやーベリーグッドだよね。おお。そしてね上にお花が乗ってるんですけれども、うん、このお花もねいい香り出してたよね。あ、そう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 、めっちゃいい匂いしたよね。そう、このソーダにねいいアクセントを加えてくれてるんですよ。このお花があるだけでかなりおしゃれ感が強かったよね。そうだね、みのすけさんがさっき言った甘さがね控えめなのも相まってね、うん、ほんと大人向けな、そうだね、大人が楽しむことのできるソーダだなというふうに感じました。うん、そして追加でね持ってきてくださるシロップを入れるとまた香りが広がったよね。そう、このシロップ絶対入れた方がいいですね。そうだね、まずはそのままね飲んでいただいて、徐々に徐々にこう濃くしたりしていただいて、うん、そうだね、ベリーのフレーバーのねシロップですので、その変化を楽しんでいただけるかなと感じました。こう先ほど月兵衛さん大人向けだっていう風に言ってましたけど、はいはい、まあ、裏を返して言うと、うん、子供には早いですね。言い切りましたね。はい、子供は牛乳飲んでください。まあ体にいいからね牛乳はね。う、うん、うん、その通りで、本当ちょっと子供にはちょっとまだ早いかなという、そうだね、お味でしたのでね、ぜひ大人の皆さんお楽しみいただきたいと思います。これから大人への一歩を踏み出したいと思うあなたにもおすすめです。はい、ぜひ大人の階段をこのミックスベリーソーダを飲んで登っていただきたいと思います。はい、続いてはこちら、カフェポルトフィーノのスパークリングカクテルワイン&アペロールでございます。アペロール気合入ってたね今。
もうね、僕ね、これ紹介してから、もうアペロールにハマっちゃってんだよめちゃくちゃ口癖になってたよね。あ、そうです。ハマるというのは飲んでるってことじゃなくて、はい、アペロールという響きがもう大好きなんですよねもう一回言っといたら、アペロール、ありがとうございます。こういう感じでね、対応できるんですよ、これはこれでも本品とは関係ないみたいな使われ方ですけどね。そうだね。はい、ということで飲んできましたけれども、こちらいかがでした？基本的には先ほどご紹介したミックスベリーソーダとなんか似たようなお味でしたね。まあそうですね、入ってるものも似てますからね、うん。まあ、乗ってるものもね、まあ、ベリーとそしてミントは同じですし、上に乗ってるのもレモンとオレンジの違いということで、そうだね、かなり似たお味がしましたね。ただやっぱりこちらはアルコールですので、はい、やっぱりねリキュールの味がねしっかりとしていますし、そして後味にはねちょっとワインを感じることもできました。でもこうお酒が苦手っていう方でも、うん、これすごく美味しくいただけるんではないのかなと思いますね。そうですね、すごい飲みやすかったね。そう、これ私思ったんですけど、うん、外で飲むのにいいなと思って。あ、そうだね、9月も残暑が続きそうですから、うん、そんな時でも外でこうキュッといただける、そうだね、いい飲み物だなと思いましたね。暑さを吹き飛ばせる、はい、アルコールドリンク。これ私たちハーバーグリーティングショーを見る待機の時リドアイルで飲んだんですけど、うん、はいはい、なんかそういう待ち時間に最適な感じしましたね。そうだね、待ち時間であったり友達なんかとね歩きながら飲むのにはかなりいいアルコールではないかなというふうに思いました。アルコールを歩きながら飲むんですね。アペロール便利だね、アペロール。ぜひ皆さんもね、このスパークリングカクテル飲んでいただいて、このアペロールコールをね使っていただきたいというふうに思います。はい、じゃあ最後にアペロール言っておきますか。アペロール。続いてはこちら、先ほどと同じくカフェポルトフィーノのタピオカドリンクストロベリーミルクでございます。はい、いやもうこれ見た目からして美味しそうじゃないですか。そうだね、映え映え映えまくりだよね。映えん映えんよ。ご覧の通りね、こうタピオカが赤いじゃないですか、はい、これがいちご味になっていまして、うん、まあ、噛めば噛むほど味が出てくる、うん、そんなタピオカだったんですよね。そうだったね。そしてね、いちごミルクですから、はい、セバスチャンのカリプソキッチンに売っているヨーグルトドリンクとかとはまた違ってすっきりと飲むことがねできるんですよ。うん、そんな感じだったね。うん、甘ったるいわけでもないし、あの粘度が高いわけでもないので、はいはいはい、さらっと飲むことのできるいちごミルクだなというふうに思いました。そうだよね。これ果肉も下の方にあってよく混ぜると飲みやすいんだけど、うん、この果肉も美味しかったよね。美味しかったね。ただね、僕ちょっと個人的にはもう少し濃厚な、うん、いちごミルクをねちょっと求めていた自分がいましたので、かなりあっさりしてて甘さも控えめなドリンクだったので、うん、ちょっとだけ物足りなかったんですよね。なるほどね。はい、確かにストロベリー要素っていうのが果肉とタピオカぐらいな感じで、うん、こう飲み物自体というのか、はい、ミルクに混ざってるところにストロベリーはあまり感じられなかったよね。そうだね、いちご感をかなり求めている人だとちょっと物足りないのかなというふうに感じますね、でもね見た目はすごい綺麗ですし、うん、暑い中でもね爽やかになれるドリンクですので、そうだね、ぜひ気になる方は飲んでいただきたいと思います。はい、続いてはこちら、ホライズンベイレストランのタピオカドリンクミルクコーヒーでございます。はい、こちらどうでした、二之助さん。思ったよりも甘さが控えめでしたね。あ、そうだね。市販でいうコーヒー牛乳みたいなのをイメージすると、うん、甘くないってこうちょっと驚いちゃう感じですね。確かに確かに。それが逆に飲みやすかったよね。あ、そうだね。あの量あるしタピオカもあるわけだから、うん、あれで甘ったるいと確かにそれはそれで美味しいのかもしれないけど、はい、ちょっときついかもしれないね。そうだね、本当にそうだと思います。そしてね、中にねタピオカに加えてコーヒーゼリーが入ってるんですけど、うん、そこからもねコーヒーの苦味をしっかりと感じることができるので、はい、コーヒー好きな方、コーヒーの香りが楽しみたい方も美味しく飲むことのできるドリンクだなというふうに思いました。うん、本当そうだったね。コーヒーゼリーの食感もまたツルツルで、うん、今の時期食べるには最高だったよね。いや本当にそうですよ。コーヒーゼリーのその食感とまたタピオカの食感もダブルでね、うん、楽しむことができたし、
このタピオカがね、結構甘くて、飲み物全体にね、甘みを加えてくれてるので、まあ、ゼリーもタピオカもね、いい仕事をしてくれてるなというふうに思いました。バランス良かったよね、そういう意味では。これもね、先ほどのミックスベリーソーダと同じく結構大人向けのドリンクになっているなと思いました。しっかりとね、苦味もあるドリンクでしたので、お子さんが飲まれる時などは少しお気をつけいただきたいというふうに思いますね。はい、本当そうですね。このホライズンベイレストランも大人気のレストランじゃないですか、プライオリティシーティングで予約もできるレストランですし、そうだね、このタピオカだけ飲みたいけどホライズン入れないみたいな、思ってらっしゃる方いるかもしれないですけど、はい、入り口にいるキャストさんにこのテイクアウトでっていう風に言うと普通に並ばしていただけるので、そうなんだよね、タピオカだけを買いたいっていうのも OK なレストランとなってますね。はい、これ嬉しいですよね。嬉しい、これは。なので食事までとは言わないまでもドリンクだけ飲みたいという人もぜひ足を運んでいただきたいと思います。はい、それでは今回はディズニーシーの新ドリンクをレビューしてまいりました。伊之助さん、はい、今回の MVD、はい、モストバリアブルドリンクはどちらですか？二之助が選ぶ MVD は、はい、ホライズンベイレストランのタピオカドリンクミルクコーヒーです。おお、最後のやつが来ましたか。いやー、これよかったよ。いいよね。勝因としましては、はい、タピオカとコーヒーミルクのこのバランスがめちゃくちゃ良かったんですよ。ちょっと珍しいもんね。そうそうそう、やっぱりタピオカって甘いっていうイメージがあるけど、確かにこのコーヒーミルクがやっぱりいい苦さとミルク感とコーヒー感と全てが良かったですね。調和していたわけですね。はい、最高でした。月部さんどうでしたか？私はね、アペロールと言いたいところなんですが、おお、ミックスベリーソーダが美味しかったっすね。近いのに。そうなんですよ。なるほど、いとこぐらいの関係にはいるんですけれども、そうだ、ね、まあ、ベリーソーダがね、これはノンアルコールですけれどもね、本当に美味しかったです。このミントとレモン、そしてお花のこの爽やかな香りとフレーバーですよね、それに加えてね、ついてくるシロップを入れることによってさらに香りが広がって、本当にね、爽やかな美味しい飲み物にねなってたんですよ。そして果肉もね、たくさん入っててね、そこも楽しむことができますので、ぜひ皆さん飲んでいただきたいと思います。はい、ぜひ今回の動画で気になるドリンクがございましたら、パークの方で実際に飲んでいただきたいというふうに思います。それでは本日はこれにて終演でございます。私たちのチャンネルではディズニーをもっともっと好きになっていただくためのお役立ち情報やパークフードレビューなどを配信しております。ディズニー好きな方、動画が面白いと思ってくださった方はチャンネル登録や高評価をしていただけますととても励みになります。よろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。